十時でございます。妻を迎えに神中目までのんびりと参りましょうのコーナーでございます。いや本当にのんびりと参りましょう、妻にものんびりと行くからのんびりと電話してって連絡しましたのでね、のんびりと連絡が来ると思いますよ。どうですか早藤さん、まだもうちょっと片付かないって言ってたけどね、片付いたら行くのすげえ楽しみにしておりますね父は。うん、いや昨日だっけ、ラジトも見てさ、仕事部屋のところは防音のカーテンのところなのかな、防音のやつになってて、すごいしっかりしてたなっていうふうに思ってね見てましたよ。あれで結構効くの防音って、あれも1枚ぐらい貼らないとダメだろうな。あまあそんなにバカ騒ぎしなきゃな、声でかいからな芸人はな、これは自然のさ元のさ地声がでかくなっちゃってるからさ、これもうどうにもなんねんだよな。だけどすごい綺麗な部屋で、すごいよくたな、早く見に行くの楽しみにしています。父はね今日本当にね本当に久しぶりだね、どれぐらいぶりになるのかわかんねえかぶりぐらいに母さんを中目まで迎えに行きますよ、本当にどれぐらいぶりになるかわかんないぶりぐらいに母さんをね中目まで迎えに行く。でもねだいぶね調子いいで、体の本当調子は、おかげさまでね、かなり調子が良くなってきてます。抗がん剤がね増えたのよ、だから、あと新薬が6個に増えたから、それで、だいぶ効くんじゃないかなっていうふうに思っております。聞いてくれるといいね本当にね、本当に聞いてくれるといいね、どうせならぽっくり行くからさ行くか。ただお前さ一つさ早友にお願いがあるんだけどさ、お父さん今の家でぽっくりもし万が一だよ、万が一ぽっくり行っちゃったらおんぶして下まで下ろしてな、おんぶしてさ下まで下ろしてくれるか、それは本当お願いします。丸首のところ耳元にさ顔をくっつけてさずーっと恨めしやって言ってから。ちょっと車止めるね、ちょっと待ってね、フェラーリ収めてからさ、よいしょ、フェラーリより収めなくちゃいけないのでね、ここでちょっと失敬させてもらうよ、あるよね、おかしょ、今回の歩行距離は235メートルでした。お疲れ様でした。よっこいしょっと。
25分にね、電話してって母さんに伝えたんだ。これでいいのかな？これで平気？こっちだね。こっちか。じゃあこっちでこう来て、ぎゅーっとこう来て、ぎゅーっとこう来て。あれ、おかしいね。おいおい。ほい。パンチですね。こんな感じかな。よし、よしよしよし。キャシャー。ライブ配信を停止してもよろしいですかとかなんつ。言い訳ねえだろうって。ね。言い訳ねえだろバーカって。あ、そっかそっか。これはね、ケースから出さないとダメなパターンのやつだったんだ、これね。ケースから出さないとダメなパターンのやつやったんや、これね。ほい。こういう感じ。こういう感じ。こういう感じで。よし、よし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 、グッドグッドグッドだぜ。いやー、久しぶりぶりブロッコリーですね、皆さんね。本当にね、暑い。いやー、よいしょっと。いやー、出発しましょう。パッパカパッパパーンバーン。うわ、とんでもねえスパチャ。あ、これはね、内海京子さんだ。ありがとうございます。あとでしっかり読まさせていただきますのでね。うん、本当にありがとうございます。よいしょよいしょ、いくぜ。じゃあ行きましょう。
本当に久しぶりだよ、車運転すんの。本当にブリ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 ぐらいですよ、車運転すんの。安全運転で参りましょうね。女房にも安全運転でのんびり行くから、のんびり電話してくれって言って言っといたんだよね。ここはもう完全無欠ののんびりおじさんで行きますよ。通学路マークでね、通学路のあの、なんだっけ、あれのマークでしょ、通学路は。野坂昭如のさ、原作のさ、号泣するやつ、節子ってやつ。お兄ちゃん、節子うんちビリビリやねんって言ってね。え、あれは泣けたね。ホタルの墓だね、ホタルの墓。最後サクマドロップからさ、ホタルがパーッと飛び立つやつね。あれはホタルじゃないんだけどね、人の魂ね。あれはホラー映画だからね、ホラーだからさ、それを最後にその今のさ、神戸の街をさ、あの二人がさ、港のこっちから眺めているわけでしょ。ずっと繰り返してるんですよ、あの二人は。あそこで戦後、あの苦しい戦後をずっと繰り返してさ、ささやかな幸せね、顔がぶん殴ら、顔が曲がるほどさ、ぶん殴ることないじゃんね。愛の大人はみっともねえさ、子供が食べる分ぐらいだよ。それぐらいのさ、ものをさ、愛の大人がみっともないよね、本当に。お前らが食う分だけなのかって言ってさ、だったらおじちゃんのところに来て食べろね。どうせ時代が時代だからさ、そんなものを闇物資としてさ、ヤクザもんかなんかにさ流れてくわけでしょ。そういうことをもろもろ先々のことまで考えていくとさ、なんとも言えない時代だったね。戦後はやだね、本当に戦後はやだ。僕は戦後を知らなくてよかったよ。でも本当にギリギリね、ギリギリ戦後を知らなかったからさ、10年違ったら戦後世代だよね、段階の世代になっちゃうからさ、10年違ったら危ないかもしれないね。釘を拾って歩いたり、そういう話はたくさん聞いたよ。ここだったね。でもその代わりたくましかったね、あの年代の人たちはさ、本当にたくましかった。もが団塊の世代の人たち、まあいわゆる先輩たちね、僕より10歳の上ぐらいの人たち、あの人たちの本当に憧れたもんね、あの世代に。グループサウンズでしょ、ボーリングでしょ、麻雀でしょ、何から何まで、娯楽から勉強から何から何まで、全部あの世代の人たちが日本に入れたわけじゃないですか。本当に憧れたよ。
ですよ、憧れましたですよ、僕は、うん、いとこがいたんでね、ちょうど遠離れたいとこがいてね、そのいとこがアイビールックね、トラディショナルルックね、うん、細いマンボウズボンにさ、折り返しをつけてさ、ボタンダウンのシャツにさ、ジュンとかバンとかね、あの辺の服を着てさ、お兄ちゃんね、いとこのお兄ちゃん、でいとこのお兄ちゃんがね、よくくれるんだよね、中学生ぐらいになるとさ、ほら、ケンキチって言って、ここにある洋服から持ってっていいぞって言われてさ、目輝かしちゃってさ、このズボンいいのとかさ、そうやってもらってね、本当に憧れた。大してかっこよくはなかったけど、かっこよくは見えたんだよね、ロン毛でさ、こんなグループサウンズでしょ、ダララ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 、ラララララララなんちゃってさ、グループサウンズも憧れたよね。テープをさ、舞台にさ向けて、キャーとか言って舞台から、あの客席からテープを投げるじゃない。そうするとさ、そのテープをさ手に取ってくれるとさ、自分とその演者さんとテープでつながるんだよね、それもさ、今度危ねえなのなんだろうってさ、なんかよくわかんない話になってさ、禁止になったでしょ、なんて言ったらいいんだろうね、なんでも危ねえから禁止にしてたらさ、ジャングルジムも鉄棒も何もかも全部禁止になっちゃうね、そのうち勉強も禁止になるよね。だって今シャーペンが禁止なんでしょ、受験するときにシャーペンが禁止だって言うんだからね、だからさ、ユニとかさ、ああいうさ、いい鉛筆をね、買える人はさ、そりゃいいですよ、折れないから。僕みたいな、あのよくわかんない緑色のさ、あの軸のさ、10本30円ぐらいのさ、そのやたらポキ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 折れるそんな鉛筆使ってるとさ鉛筆削りの削りカスばっかりでさ、いやー、でも高い鉛筆なんか買う気になんなかったね。どっちにしたって勉強なんかしたくないしさ、予習復習なんかしないからね。だから鉛筆は不必要な、僕にとっては不必要なものでございました。興味のあるものは全部頭の中に入るからね。はやとももすごいよく似てるよ。予習復習とか全然しないからね、あいつね。興味のあるものは頭の中に入る。それは僕はずっと常日頃から言ってたことなんだけどね。アイドルね、好きなアイドルとかそういうのっていうのはさ、別に覚えようと思わなくたって名前覚えられないんだろうって、興味があるから。それはね、興味があるから頭に自然に入るんであって、別に予習復習して覚えようと思って覚えなくたって勝手に頭入ってくるんだよってさ。
からお父さんなんか AKB なんか全然一人もわかんないの、ね、一人もわかんないっていうか当てはまらない。名前はぐらいは聞いたことありますよ。大島渚だとかさ、なんかそんな、そう、そんなような名前をね。だけど、頭入ってこないよね。ところでマイナス修正したっつってさ、臨時ニュースになってさ、GDP がさマイナスになったって言ってさ、臨時ニュースになってましたけどね。臨時ニュースになるようなことかなと思うんだけどね。それマイナスになるに決まっていると思いませんでした？皆さんはまさかまさかプラスになると思ってた人なんか一人もいないと思うんだけどね。このコロナでさ、こんだけやっつけられてさ、それで今度は中国とのね、貿易がさ、とんでもないことになっちゃってるわけでしょ。で、黒字になるはずないよね。ドル建てで輸出してるところだけは黒字になるでしょうけどね、円安でね。それ以外は黒字になんかがなりようがないもんね、どう考えたってさ。がんを断つ戸渕正文書、健康日本、最新科学でがんを断つ。僕もまだなんだっけ、量子学のね、やつがまだ残ってるのでね、それも楽しみにしていますけどもね。あんまりでも数が多すぎちゃって、体中がんだからさ、とんでもないことになるんじゃないのと思ってさ、30箇所40箇所ぐらいあるんじゃないのって、がんがね。リンパに転移しちゃってるから、もう前立腺がんよりどっちかって言ったらリンパの方からやっつけた方がいいと思う。そういうもんじゃないのかね。なんだかうまくいかないもんだね、お医者さんもさ。さーて、セブンイレブンいい気分だね。セブンイレブンいい気分、セブンイレブンいい気分で、今日はママさんにドリンクを買ってまいります。僕もドリンクを買います。ママさんには2本ドリンクを買います。ママさんに買う2本と僕の1本を見事に当てた方、その方、どうしようかな、の中から3名様に5年中をプレゼントいたしましょう。はい、あららららららら、ちょいと買ってきます。ちょいとお待ちよ車屋さん、この下ではないかみな、ちょっと買ってきます。
緒の話がないし気がせんかいなってね。じゃあちょっと行ってきやーす。
じゃんじゃかじゃん、じゃん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 じゃかじゃん。ラララーン。えらい遅い。えらい遅くなっちゃった。ママさん待たしちゃうね。ママさん待たしちゃうからね。ちょっと正解者発表しましょうね。僕はね、ココア。僕はココア。ビヨヨン。そしてママさんはトマトジュース。ビヨヨン。それとチョコラ BB、これ全部正解したか人いる、いっぱいいるんじゃないかなと思うんだけどさ、3人ぐらいまでだったら、5年次をプレゼントいたします。久しぶりだからね、よいしょ。までに行くっつってたんだけど、10分じゃこっから到達しないね。雨だからちょっと混んでんだね、道がね。そういう仕掛けか。さあ困ったぜ。当たったけどどうかな、いっぱい当たったのかな。3人いっぱい当たった人いるのかしら。いるのかな。到着するんだね。空いてりゃなんとか到着するね。3本とは思わなかった人がいた。残念です。残念でございます。3本の時もあります。2本の時と3本の時とあるんでございます。
タララダッタ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 ッチャンパーン、まあ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 、僕はね若い頃ねディスコが大好きでね、ディスコフリークだったんですよ、うん、本当に週に7回週に8回ディスコ行ってた。週に8回ディスコ行ってたね。平日はだいたいね500円だったのね。常連は安いからね、まあ年発みたいなもんですよ。それで、そんかわし、ディスコって面白いシステムでね、若い女の子をタダで入れるでしょ。そうするとその若い女の子を目当てにお金払って、青少年が、お金を払って入ってくるわけですよ。まあ相席居酒屋の踊る版みたいなもんなのかな。そうだ、もしかしたらさ、愛席居酒屋をよく知らないんですけど、そこ、それでね、僕らに女の子のタダ券をくれるのね、常連の男の子にはさ。それで、そんかし外出て女の子をナンパしてこいって言うんだよね。そう、そうするとさ、その女の子たちはさ、タダ券がタダで入れるからさ、そのお店に一緒に入ってくれるわけじゃないですか。そうするとさ、その女の子を目当てに若い他の男の子たちが入ってくるっていう仕掛けなんだよね。でもまあ僕もぺっちゃんこな顔してるけど、イケメンさんだったのかもしれないね。ただけいっぱいもらえたからね、まあ、こんな札でくれるんだ、ただけね。女の子のただけですよ。それをさ、店の外でばらまいてくる。最初はね、一回券なのね。一回券、一回ただで入れます券なのね。それで、そのうち3回ただで入れます券に切り替わるの、女の子の方がね。ちょっとこう、まあ言ってみれば可愛らしくってさ、男の子に声をかけられたりするような子はさ、でその後に、まあ年パス、ただの年パスをね、女の子のただの年パスをくれるんだね、その店のね。まあ手のいいバイトとして使われてるようなものはキャッチだよね、キャッチ。でも時給なんか発生しなくてさ、楽しかったですよ。ケントとかさ、ケンちゃんとかさ言われてさ、結構人気者でしたよ。結構な人気者でございましたよ。それでさ、ニューダンスっていうのがあってさ、まあ、横須賀とかさ、まあ、沖縄、日本だと沖縄が起点になるんだけど、だいたい横須賀とかなんだけど、横須賀本木、そこら辺の、外人さんからさ、
外人さんから入ってきたダンスをそのこれから流行る、これから流行るであろう日本の曲に、これから流行るであろうディスコミュージック、今流行ってる曲、まあ今流行ってる曲でもいいんですけどね、そういう曲がかかっと、まあ僕みたいな常連たちがずらずらずらーっとダンスホールに入っていって、そのニューダンスをさ、まあ踊るわけですわ。そうすると、僕らみたいなのに声をかけられた女の子たちがずっと外で見てて、一生懸命そのニューダンスを覚えようとするんだよね。難しいんだ、そのニューダンスっていうのは。本当に難しい難しい、ずっと練習してんだよ本当に。夜中中踊ってる。家に鏡があってさ、その鏡の前でさ、ずっと練習してんだよ。それでできるようになるんだよね。どんなに早くても1週間はかかるね、だから六本木あたりだとね、ジェスパ、レオパードキャット、それからジェスパだとかレオパードキャットだとか、そういうところかな。あとはキュッね、そういうところがだいたい早く入ってくる。だから Q の常連とかレオパードキャットの常連とか、そういうところの常連の男子は結構誰よりも早くニューダンスを覚えるように頑張ってた。ということで、ママさんから電話かかってきました。すいません、失礼します。バイビー。